はい、どうも、ハルプンテ、ジェイズサッカーチャンネルのスッツンです。ということでございまして、まあ、こんなにセミがうるさかったら何も聞こえんということでございまして、まあ、改めましてパロプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで、私ですね、佐賀県鳥栖市に住む、サッカー系 YouTuber で、ございます。まあ、今回初めて、鳥栖市に住んでるっていう話を 今したばっかりであるんですけれどもね。そう、僕は今年の3月から鳥栖市に、住むようになってですけれどもね、もう早4ヶ月近くが、経とうとしています。だから今後はですね、まあ、こんなサッカーのチャンネルではあるんですけど、ちょくちょく、まあ、鳥栖とか、ね、その近辺、福岡とか、ね、久留米とかもそうなんですけどね、その辺の、まあ、街紹介じゃないですけどもね、そういうVlog的なことを、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと的なことを今回ここ、これ話している途中であると思います。これ実際歩きながら話しているんですけども、ね、実際そういうことを、歩きながら話しているわけでございますけど、さ、今回ですけどもね、この日の収録日は横浜 F マリノ戦ですね。7月の16日マリノ戦の朝に鳥栖市は、駅前不動産スタジアム近辺を歩いてるわけでございますけれどもね、まあ、僕は鳥栖市に住んでるとは、言ったものですけれどもね、やっぱりどこに住んでるか、詳しくは言えません。何町に、住んでいるとか、まあ、言えないんですけれども、まあ、一応この、スタジアムから、まあ、そんなに遠く、離れていないところですね、まあ、そんなに、遠く離れていないところに、住んでるわけでございますけれども、今回、まあ、一応場所を特定、住んでる場所とか町を、特定されるために分かりやすく、まあ、駅前不動産、スタジアムからの出発となっているわけでございますけれどもね。で、これがだから駅前不動産スタジアムの外観ですね。大体これアウェーサポーターの方々が大抵この辺で、試合前に並んで、待機している場所になってきますね。で、大体これね、大体そう、今ちょうどズームアップしましたね、これアテレコなんですけどね、ちょうどズームアップしたところには、大体これ横浜 F マリノスのサポーターの皆様、どこどこのサポーターの皆様、ようこそ鳥栖市へとか駅前不動産スタジアムへみたいなことが、書道のあの字で書かれていますね。あれは佐賀県鳥栖市の高校の、方々ね、書道部の方が、書かれてるっていう話だったんですけど、これ収録が試合当日朝10時ぐらいだったかなの時点ではまだそれが、掲げられていないということで、これからまあちょうど準備に、入るところでございますけれどもね。で、鳥栖市というのはですけどもね、これ佐賀鳥栖がある一方で、久光スプリングスさんですかね、バレーボールの、まあ、今年2冠ですかね、昨年か2冠達成したチームがね、あるんですけど、その、佐賀の、スプリングスというチームがですけど、練習拠点にこれ、鳥栖市を選んだということで、この近辺ね、なんか練習場の拠点の、なんか工事をしていたんで、鳥栖市にその、スプリングスさんが来るということで、まあ、久光スプリングスさんですかね、が来るということで、こうスポーツでも、盛り上がっておりますね。まあ、そういうことを考えて、やっぱ鳥栖市というのは、確かに人口としては少ない町にはなってきますし、こう鳥栖とかね、佐賀といったら何もねえじゃねえかってイメージが、あるかもしれませんけど、まあ、そういうスポーツとかにも結構、まあ、力を、入れている町っていう話でございますね。で、まあ、そういうことでございます。ここから、まあ、駅前不動産スタジアムの外観とか、その近辺を歩いていくわけでございますけれどもね。で、なんで今回僕がですね、この、鳥栖散歩というものを、やろうかと思った理由にはなってきますけれども、やっぱりこうさっきも言った通り、まあ、自分が、住んでいる町をやっぱり紹介、したいというのがあります。で、ちなみに僕はですけれどもね、普段の買い物はフレスポに行っておりますね。あの大きな商業施設ですね、まあ、イオン的なあれですけれどもね、大抵僕は仕事帰りとか、まあ、休みの日とか、夜勤明けの日にはフレスポに行って買い物して、まあ、ペットショップに寄って、猫見て帰るみたいな、感じなんですけれどもね、まあ、なんで多分この辺僕本当平気で、歩いていますし、まあ、自分ね、僕の多分あんまこう顔出しとか、していないんですけれども、ちょっとまあ顔とか、今回も出していると思うんですけれどもね、まだこう僕も声をかけられるような、まあ、有名な存在では、ないんで、いつかですね、こうあれパロプンテさんですかみたいな、ツッツンさんですかみたいな、声をかけられるようにですけれどもね、今後頑張っていこうと思ってますがね、まあ、ただ顔出しに関してやっぱりこうなんていうんですか、こう、一時髪の毛整えたりとか、なんか、そういうね、あと部屋の掃除とか、しないといけなくなるんで、僕は顔出し、やめたというのがあるんですけれどもね、まあ、しかし一応、オープニング動画とかですね、あとなんかちょくちょくこう自分の顔とか、画像で出したりとかしているんでね、まあ、そういうこと、まあ、そういうことでございまして、まあ、ちょくちょく出しているんで、そこでなんかこう、あれ、あの人もしかしてどっかで見たことあるみたいなことがあったらですね、声かけてほしいなっていうのが、ありますが、まあ、まだそこまで僕は、有名じゃないですしね、声かけてる僕この辺歩いてるんで、見た
ら声かけてねってね、言うほど有名じゃないのは自分でも分かっているんで、そういうまあね、声かけてねって言って声かけてもらえるような存在に、いつかなりたいと思っていたらですけどもね、駅前不動産スタジオ、つきまして、ね、ついたというか、まあ、ずっと、ついてはいるんですけど、これがまあ正面玄関というかですね、場所にはなってきますね。やっぱここをね、いつも歩くたびに、やっぱこう試合前とかですけれども、ね、やっぱこうあーって一回見上げたくなるんですね。この We are Sagantos の文字でございますけれどもね、まあこれまだ試合前なんであれなんですけれどもね、ここからいろんな準備が始まっていくんですかね。多分事務員の方々とか仕事、されていると思うんですけど、本当朝からお疲れ様ですという感じがしますけども、駅前不動産スタジアムということでね、まあ結構この辺散歩されてる方が、多かったですね。やっぱりこう朝収録というかこう、散歩するとですけれどもね、人がいないんで、まあ、モザイク処理ですね、まあ、あんまりこうね、うちのというか、まあ、チャンネルの勝手に顔出してほしくないとかそういう方いらっしゃるかもしれないんで、極力ね人がいない時間に歩こうと思ってるんですけどもね、そうでございまして、まあ、この We are Sagantos でございますね。そしてこれこのね看板の真ん中にいるのがいろんな選手がいる真ん中にこれサガンティーの17番があるという、これ僕好きですね。やっぱこう実際にこれ選手の写真とかね、そういうの載せている看板とかもあるんですけど、このまあサガンティーの17番が真ん中にいる今年のこれ僕大好きですね。もうほんといろんな、歴代ねいろんな選手の画像とか、使われてきたんですけど、こうサガンティーのが真ん中17番にいる、これ結構僕はいいんじゃないかって、思っているんで、結構気に入ってはいるんですけど、気に入ってるって、まあ、上から目線にはなってきますけどね、ちゅうのがありますね。でこれだいたい下をね撮ってる時は人が、近くを歩いている時とかですけれどもね、本当後でモザイク集とかで映ってしまった場合は、しようと思ってるんですけれどもね、ちゅうのがあります。まあどうなんですかね、この辺がだから、あそうこの辺のだから思い出で言うとですけれどもね、まあいつだったかな、熊本地震があった年のだから2016年の、ガーナ戦ですかね、日本代表のオリンピック世代ですね、それこそ遠藤航とかあの世代、リオオリンピック世代の日本代表が鳥栖市で、まあ、練習というか、まあ、練習試合か、親善試合をするということ、対ガーナ戦かな、ガーナ戦があったんですけど、その時にね、ここで僕初めてサッカー選手の、サインというのをもらったんですね。初めて、もらった選手の、サイン、それがですけどもね、現在大分はですね、大分にいる選手の、サインでございます。これちょくちょく僕も、話してはいるんですけどもね、もともと鹿島アントラーズに、いた選手で、その後、まあ、ジェフ千葉とか行って、今年また、大分九州の方に、やってきた選手でございます。伊藤幸俊選手ですね。伊藤幸俊選手に僕初めて、サインもらってですね、その時に、まあ、俺なんかのサインでいいのって、言われた記憶が今まで頭に残っているんですけれどもね、その、まあ、初めてサッカー選手と、まあ、直に触れ合ったじゃないですけどね、ちゅうのがこの場所になってきますね。で、あとそう、僕サッカーダイジェストさんのウェブ版に載ったことがあって、その時にだから熊本地震の時にこれ、ガーナ戦に来た日本代表の選手に、募金するとこですね、僕が募金をして、あれ手倉森監督が、誰かそれか水戸の秋葉監督かな、水戸の秋葉監督、現在秋葉監督ですね、水戸現在秋葉監督が指揮してるんですけど、この秋葉監督もともとね、オリンピックリオオリンピック、世代ではコーチをされていて、で日本代表の、スタッフさんであったんですけれども、その、秋葉監督と手倉森監督か誰か忘れましたけれどもね、誰かと握手をしているところがですね、これサッカーダイジェストさんのウェブ版に僕、載ったというのを記憶、しているんですけれどもね、ちゅうのがあった。それがだから最初ですね、この、思い出というのはですけどね、ちゅうのこれエキスタありますけどもね、でこれがエキスタの近く、まあ、これがだから本当のスタジアムゲートのところになってきますね。駅前不動産スタジアムということでね、まあ、この時間帯結構暑かったんですけどもね、ちょっと人もやっぱりいないということで、やっぱこんだけね暑かった人もいないっていう話でございます。てか本当思ったんですけど、僕がちっちゃい頃ってこんな暑かったかなって、まあ、僕今年で33にはなるんですけどもね、33歳になるんですけど、こんなにね暑かったかなっていうのがありますよね。まあちっちゃい頃こんなに暑い中よく走り回ってね、それこそねサッカーやってとか野球やってとか公園でよくやってたなっていうのは正直あるんですけどもね、まあ、よく本当ねこんだけ今とやっぱ暑さの質が違うんですかね。で、最近僕が知ったのがですけどもね、最近夏休みがどうも短くなったと、ね、だいたい僕たちって8月31日ぐらいまでが夏休み、あったと思うんですけども、しかしまあ現在なんか、学校にエアコンですね、クーラーが、設置された影響で1週間ぐらいなんか、夏休みというのが早くなっているという話でございます。これ本当エアコンとかクーラーが設置されたから1週間早くなったのかちょっと分かりません。それちょっと分かんないんですけれども、なんか職場の人が、職場の家庭持ちの人がですけど、なんかエアコン設置されてからなんか夏休みが短くなったみたいなこと言っていたんですけど、なんか別に原因が僕はそれ以外にもある気がするんですけどね、っていうのが、まあ、あるんですけれどもね。でこれが虹の橋ですね。これが、大抵、まあ、今ちょっとコロナ禍なんでね、そんな
混まないんですけれども、だいたい試合の日の帰り道、ここがめちゃくちゃ混みますよね。これ、駅前不動産スタジアム観戦あるあるとね思うんですけど、本当ここめちゃくちゃ混むんですよね。人で、ごった返す、なかなか、人が進まないという場所になってくるんでね、いつかねこれね人が、僕は怪我するんじゃないかっていつも思っているわけでございますけど、しかし今、いつもですけれどもね、本当素晴らしい声、マナーが良いサポーターのおかげでございます。本当誰も、怪我することなくとはあんまり聞いたことが、ない。過去はちょっと分かんないんですけれどもね、僕が知る限りでこれあんだけやっぱ人がごった返している中でね、怪我人が出ないとかね、僕は、すげえなって本当思うんですけれども、ね、まあ、それぐらいの、運営スタッフの方々とか、まあ、サポーターの、この、ね、良識あるサポーターが、いるということでございますけれどもね。でこれが虹の橋から見た、スタジアムの外観でございますね。で今見た方向が、久留米の方向になりますね。方角的には、久留米の方向になってきます。でまあ大体鳥栖って本当アクセスがいい場所で、これサッカースタジアムの観戦、サッカー観戦にもアクセスはねいいんですけど、ここからまあ、久留米に行くこともできますし、で、博多の方面ですね、こっちが博多ですね、ちょうどいいところで、僕は、カメラ振ってくれましてね、アテレコ最適ということでございます。こちらが、ちょうど博多方面、福岡市内方面と、なっているわけでございますね。でこっからだからね、鳥栖という町は九州の玄関口とかも、言われていてですけどもね、こうなんていうんですかね、いろんなとこに行きやすい、まあ、ここから高速使えばですけれどもね、熊本とか大分も行きやすいですしね、本当いい場所に実は鳥栖というのがあるんで、なんかこうやっぱ鳥栖とかね、佐賀県って最初も言った通り田舎のイメージがあるかもしれませんけど、いや本当交通の便は良いという、本当いろんなところにここから行くことができるんで、そういう、まあ、旅行の発着点としても素晴らしいこれアクセスを誇る鳥栖でございますね。こんだけやっぱ鳥栖を褒めているんで、僕もですけれどもね、なんか鳥栖からお仕事じゃなくても別にこうなんかお仕事じゃなくてお金いらないんで、なんかこういうPR してくださいみたいなことがあればいいんですけど、だからそういう風に思われるような、そんなに僕もなりたいっていう話でございますけれども、やっぱこうサッカーの話とかばっかりだけじゃなくて、こう自分が住んでる街をやっぱりこう PR とか、したりとか、そういうのもね僕は正直、あるんでね、なんかそういうの、あれば全然僕はお金とか、取らないんで、なんかうちのなんか商品、紹介してくれとか、なんかまあ、相当怪しくないものであればですけれどもね、相当怪しくないものであったとか、うちの店にちょっと、来てほしいとか、なんかそういうの本当呼ばれたいですね。こっちからこういう、言わなくてもなんかこう呼ばれる存在に、なりたい、そんな人間じゃないんで、まだ、できた人間じゃないんで、これから、頑張っていこうっていう話でございます。ということで、もうそろそろ動画も終わりに近づいているんですかね。まあ、ここまで一応散歩、してきました。今後もですけれども、なんかこう佐賀県とか、鳥栖市とか、その近辺ですね、まあ、佐賀県とか福岡県とか、その辺のこう散歩の様子ですね、僕は本当、いろんなとこに行くんで、その時にまあこういう、街の紹介とか、することが、できたらいいなと思ってんで、これからも、よろしくお願いいたします。ということで、以上、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつつんですよ。チャンネル登録でます。さら。